もご視聴ありがとうございます。高校友チャンネルです。今回はピクシス版のルーフキャリアにソーラーパネルを取り付けましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。はい、取り付けはルーフキャリアにアタッチメントを使って取り付けております。ルーフキャリア自体がね、エレクターパイプなので、エレクターパイプのアタッチメントをビス止めして、それで取り付けしております。はい、配線はこちらのようになってます。こちらからずっと伝っていきます。はい、それではバックドア開けます。もう簡単に作ってます。はい、ここから車内に取り入れて、ここに入れております。で、充電するときはこちらを、こちらにポータブル電源ありますので、こちらに接続して使いますと。はい、こちらが満充電した状態でソーラーパネルからの入電がゼロになっていることを確認できます。そしてですね、ここの残量 100% じゃない場合はどれくらい発電するのかというのをあらかじめ動画に撮っておりますので、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、ソーラーパネルこんな風についてます。ということで、この状態でどれくらい充電してるか見ていきましょう。キッチメンバーキャリアが足場になってちょうどいい。はい、103ワット入力入ってますね。素晴らしいですね。あっという間、もう 100% で充電終わりそうですね。もう結構効率いいと思います。ちなみに使ってるパネルは110ワットのソーラーパネルで、100ワットオーバーの入力、素晴らしいです。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントなどももらえるとね、非常にモチベーション上がります。嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた。